はい、おはようございます。いや今ね5時38分です。で6時から入れるってことなんで向かっていこうと思います。で今日も雨ですね。こりゃ昨日から雨降ってますけど、まあ、気をつけて行きたいと思います。ね、とりあえずちょっと走ってきましたね。近畿道からねちょっと高速乗ってきました。あとねお客さんのところまであと5キロぐらいですね。まあ、今5時55分なんでまあすんなりと行けますね。まあこんだけ朝早いんでねすんなりとここまで来れたんで、まあ下道も行けるんじゃないかなと思いますね。あとねお客さんのところはもうちょっとなんでね、まあ、頑張って行きたいと思います。何時に戻せるかな頑張ります。はい、今10時5分になろうかというところですね朝ね6時過ぎに入っててねずっと待たされてましたね。まあ、待たされてたっていうか、まあ、早く入っとって正解でしたね。とりあえず受付したら3番手で、で今の時間ですよいやーびっくりです。3番手でね今の時間なんでね、いやゾッとしますよいやーよかった、6時からついてね、始まったのは9時頃でね。まあでもねそれ以上遅かったらね何時頃になるやろうって話ですけどまあとりあえずね無事終わったんで本当ありがとうございますね。まあね下ろしてももらったしただ待たされたっていうだけでね。さあじゃあ次ね堺の方からの積み込みになるんでまあ向かっていきたいと思います。まあ今日はねそういう横持ちを1回やってからね今日は滋賀の方で積み込みになりますね。まあ、とりあえず横持ちね堺なんでそっちの方に向かっていきたいと思います。とりあえず頑張って積んでいきます。はい、いやーやっとね積み上がりました。今12時30分、よいしょ、いやーやっとね高速乗りましたね。ちょっと時間かかってしまいましたよ。あとね積み込み先でね荷物が濡れとるやつを持ってこられてね、ちょっとこれはちょっと濡れとるんでって言ったら、まあ、向こうの人もねそれはまずいってで言ってくれて、ね濡れてないやつと濡れとるやつをこうね分けて積んできましたまあね濡れてないやつだけ積んできたんで、まあ、実際の量が少ないんですけどいやそんなことしてたらね昼回ってしまいましたなんで今からねもう高速乗って八幡の方に行きたいと思います。とりあえずもう急いで行きたいと思いますまあ次ね積む荷物はね、まあ、夕方ってなってたんで、まあ、ちょっと休憩下ろしたらね休憩入れて積みたいと思います。ちょっと頑張っていきますね。はい、第2京阪の京田辺料金所です。よいしょ、あとお客さんのところまであと11キロなんでねぼちぼちと行きたいと思います。まあ多分到着するのが1時半頃なんでね、いやーねー結構かかりましたね予期せぬね積み込みでそしたらねパパッと積んでね出れたんですけどね、そうでもなかったんで仕方ありませんね。まあとりあえずね八幡の方下ろしに行きたいと思います。ちょっと頑張ってきまーす。はーい、今八幡の荷下ろしが終わりました。今2時、ね、7分なんですけど、まあ次はね湖南市ですか、湖南市からの積み込みになるんで
まあちょっとね、高速よけようといって、あと夕方の5時かららしいんでね、まあちょっと休憩してから、ね、積み込みに行きたいと思います。今日の夜積みはバラケースですね。まあ軽いバラやとは言うんですけど、どんな感じなんかな。まあちょっと頑張って積み込みね、行きたいんですけどね、まあ、ちょっと後でコルセット巻こう。わからないんでね、どんなものなのか。さあ頑張ってやるぞ。まあその前にね、あっちにね行かないといけないんで、まあ、ちょっと気をつけながら行きたいと思います。はーい。いやあれからだいぶかかってね、今3時10分ね、お客さんのところにまだあと7キロありますよ。やっぱね、乗用車多いです。ちょっと頑張ってお客さんのところ行ってね、夜積み込みしたいと思います。まあ、とりあえずね、休みたいと思います。後で頑張ります。はーい、やっとね、積み込みも終わりました。今10時10分。あれから全然呼ばれなくて、まだ休憩してたらね、9時過ぎに呼ばれました。まあだいぶ休んでるんでね、まあいいですけど、まあね、行き先も尼崎なんで、全然近いとこなんでね、どうしようかな、下道で行こうかな。今から行けばね、全然空いとると思うんでね、ちょっと頑張って走っていきまーす。はーい、今京都まで来ました。ただいまの時刻23時ちょうどです。いやね、信号渋滞はしてないんですけどね、信号がね結構あるんで、結構かかりますね。道は空いとるはずなんですけどね、信号で結構ね捕まりやすいんで。まあ残り64キロまだありますけど、まああれから30キロぐらいは走ってきてますかね。ちょっと頑張っていこうと思います。はーい、とりあえず茨城までやってきました。あと尼崎まであと28キロ。いやー、もうちょっとだ。今12時ちょうどです。いやー、思った以上にねかかりますね、やっぱりね、信号機だけでね時間がない、どん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 かかります。車は全然いないんですけどね、やっぱり夜でもこんなにかかるんだな、昼間ダダゴミするわけですよね。ね、まあ今日はちょっとね高速代をけじって、まあちょっと頑張っていこう。まあ気をつけながらね頑張っていきたいと思います。まだまだ頑張ります。はーい、とりあえずね今尼崎まであと4キロところまで来ました。今0時35分。いやー、ここまで来ましたね。あともうちょっとなんでね。いやー、まあね、100キロぐらいを下道で走ってきました。結構時間かかりますね。何時間だ？2時間半かかってますね。まあお客さんのところ行って、あと休みたいと思います。あと受付ができるかどうかちょっとわからないんでね、行ってみてからの判断になります。いやー、やっとね着いたよね。あと3キロ、 3.7、まあ、とりあえずねお客さんのとこ行って、あと休みたいと思います。まだまだありますけどね、ちょっと頑張って走っていきます。はーい、やっと尼崎のねお客さんのところに着きました。まあ、ちょっと中にね待機できる感じやったんでね、ちょっと待機させてもらって、
明日の朝下ろしたいと思います。明日のバラまた頑張りますまあとりあえずね、今回はここまでにしたいと思います。もしよろしければチャンネル登録もお願いします。ではまた、頑張ります。